世界で一番短い聖書の話の時間となりました。私には3人の子供がいるんですが、おのおの波乱万丈であります。またそのうちの長男のヨハネ君は、また小学校、中学校、高校時代といろいろ大変な子の中に困りました。そしてですね、中学3年の時に先生から私たちは言われたんですね。岩根君の成績が悪くて入る高校がありませんと。そんなバカなことがあるかと思って聞いたんですね、塾の先生に。そしたら入る高校がないと言うんです。そうしましたら、入る高校のない子どもたちのサポート校というのがあって、そこから副校長が電話をしてきて、こうなったらもううちに来るしかありません、親御さんはいろいろジタバタしますが結局そうなりますから今決めて安心しておきなさいと、こう言われたんですね。しかし私はですね、そういうふうには思いませんでした。なぜなら神がいらっしゃるからです。そして祈りがあるからです。私たちはですね、この高校に入れるように祈り、主に求めたんですね。そして、奥さんの不思議さんがいろいろな高校を訪ねました。そしていろいろな方々とお話を した中で、偏差値が56と高かったんですが、もし点数を取れば入れてくれるという高校が出てきたんですね。私は助かったと思ったんですね。そうしましたらですね、ある時その高校は御心ではないと主が語られたんです。で、私はですね、点数さえ取れば入れると思って安心していた高校が違うと言われたので動揺してしまい、そしてですね、ある時土曜日だったですが、高校案内を見ながらインターネットのニュースを見て、そして A 高校偏差値56というのを指し、この高校じゃいけませんかってこう神様に祈ってたんですね。またインターネットのニュースも同時に見ていたんですが、その時にとんでもないのが見えました。それはですね、高校の名前と全く同じの A ビルがですね、火災で焼けて、何十人も死んでしまったというニュースでした。しかも驚いたのは、私が高校案内を見ていて A 高校偏差値56って書いたんですが、なんとそのビルの名前が A ビル56と言ったんです。で、私はですね、これは主の示しであるということを確信しました。この高校ではないと、こう思ったんですね。そしてですね、後でそれが仏教系の高校であることが分かったので、これはキリスト教の高校に行けということだなと、こういうふうに思いました。それでキリスト教の A 高校と B 高校が浮かんだんですね。で、高校は偏差値56でちょっと安めで郊外にありました。 B 高校は偏差値58で都心にあったんですね。で、私はお金が安めだっていうことが一つ大きなポイントであったのと、偏差値が低いということでですね、A 高校を狙うということにしたんですね。どちらかが見心だろうと思ったんですが、私は安い方を選ぶ悪い癖があるんですね。そしてですね、そこのために勉強をいたしました。で、私は山陰がうまいんですよね。それで山陰しながら勉強をしていったんですね。ところが1月になって、試験直前になって、偏差値がまだ40いくつで10ぐらいの差があるわけですね。その時に岩根君が私に言ってきました。お父さん大丈夫、自分の問題なの、言ってきたんですね。しかし私は祈ってました。で、私たちは祈っていたんですね。そしてその試験になった時に、私はさっきも言ったように山陰をするのは上手くて、そしてですね、当たったんですね。そしてですね、トップ争いをするぐらいの良い点数を取れたと私たちは判断したんです。しかし行ってみたら落ちてたんですね。これはどうしたことか、
しかしそれを見た私の妻は全くできないで校長室に来ました。でどうして落ちたんですか、どうして落ちたんですか、どうして落ちたんですか、点数を教えてくださいって。校長先生は教えられないと、点数を教えてくださいと教えられないと、あんまりしつこく言うもんですから、最後に高得点であっても幸福に合わないには言えないと、こういうふうに言ってきたんですね。それでピーンときました。1ヶ月前にですね、中学でバット事件っていうのが起こって、2人の子供が1人をいじめたんですね。そこにヨハネ君もいたんですが、しかしヨハネ君は関係なかったんですが、誤解されてしまい、そしてその中の1人として認定されたんですね。ただ相手側の親御さんが違うということを言ってくださったので、それで済んだはずだったんですが、学校側が誤解したままにその連絡をしたようでありました。これも裁判問題だなと、こういうふうに思ったんですね。しかし感謝して祈っているときに、これは主の手であるということを主は語られたんですね。私は A 高校50、偏差値56っていうのは御心だと思いましたけども、そうでないということに気がつきました。 B 高校偏差値58って、これが御心だってことが分かったんですね。それですぐ電話をかけて、B 高校が御心だ、 A 高校が起こったのが意味がある、 B 高校を受かれば必ず受かると、受ければ必ず受けると、こう言いました。そしてですね、 B 高校を受けたんですね。全ての人の予想は落ちるでした。しかし受かったんですね。そして B 高校でいろいろな神様の働きが起こる一つの前触れとなっていきました。祈りは聞かれます。祈りを通して主は技をなされるんですね。求めの祈り、感謝の祈りが重要なポイントを持っているということを覚えてください。どうもありがとうございます。